花尾慶郎の音楽魂。はい、こんにちは、加納義郎です。今日もね、楽しく、やりましょう。おなじみですね、はい、高橋誠さん、どうも。こんにちは。高橋誠です。今日はね、いい天気ですけどもですね。そうですね。ね。いかがでしょうか。晴れやかですね。もう、身も心も。もうああ晴れやかな。あんてか、松下俊美さん、今来ましたけどね。こんにちは、すいません、遅れました。遅れてはないよね。今ね、遅れてはない。いつもね、早すぎると思って、今日は。生放送はなめとんかみたいな感じの金玉だとちょっとね気が緩むというあのねもう5分前に入ってくるからね。いやいやいや10分前に、ね、もう失礼しました。今日はだからもう来ないからもう今日はね2人で何やろうかどうしようかって、ね、来ない設定でもよかったかな、うん、始まってこようかなと思ってうろうろしてたんだけどいや今日はねなんか動画ね撮ってくれてますね。お客様、はい、キキさんありがとうございます。あのマコさんファンのマコ、ね、さんマコ、うん、さんファン の, ご自分でもねライブされてるんですよね、うん、ライブやってますからライブライブ ね, ねで今日ちょっと歌ってもらう後で ね, ね行きますか。あの今日天気がいいんでなんかねやりましょうよ。私の青空いきますか、はい、ということで、リクエストもない私の青空をお届けいたしましたけどもですね、この歌って歌詞がいろいろあるんだよね、はい、狭いながらも楽しい我が家、その次その次がね、うん、普通の人は愛の日、うん、愛の日陰、うん、だから僕は愛の日陰の差すところって歌ってるんだけど、アミタメのアメちゃんがね、うん、前ね、カノさん、うん、カノさん、そう、歌詞違ってますよって言われたことあったんだけど、これね、実は、愛の日、影の差すところっていう歌詞もあるのね。うんうんうん、あ、そうなの？愛のほかげ。ほかげってのもあるのね。あるんだよね。うん、でも、愛のほかげっておかしくない？どっちだろう？
愛の日影の刺すところのが、うんうん、結構僕はあれかなと思うね。ほかげ愛のほかげのっていうね、ほかげそういう人も大体、うんうん、そうだよね、うん、アレさんとかそんな感じで、うん、アレさんはそっちで歌ってるかな、ね、俺が間違ってるのかなってもう一回調べ直したら、うん、あ, のあ, るあるんだあるんだよね。でも横これはもともと英語の歌でしょ、うん、マイブルーヘブンっていう、ね、あのそうです私あのねそう最近見つけたのはノラ・ジョーンズが歌ってる、うん、あ本当、うん、かっこいいえノラ・ジョーンズ歌ってるもうかっこいいの、かっこよさそうそうそうすぐ真似すんだよね俺が歌ってたみんなノラがまた真似しちゃったノラ犬じゃなくて昨日ノラ犬になってたえっダメ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 雨の中あのね俺はもう喜怒哀楽が激しいのそれで生きてんだからそうそうそう僕は野良犬は何だったのもう、ね、感情の塊いやあのねあのいやまこちゃんでもあれ面白いねあの面白いなあの なんだっけあれ感情7つのなんか感情 ね, 結局感情はねあのやっぱり抑えちゃいけないんだよそうそうそうだからあのネガティブっていうね、うんうん、言葉がだけがね、うん、あのよくないっていうふうに言われてるんだけど、うん、俺も同じこと思ってたのよあそう、うんうん、昔から、うん、だからネガティブっていうのはね悪くなくてやっぱ曲とか詩を書いた、うん、書いたりする人ってそういう部分がないとできないんだよね、うんうん、もう自分のストーリーだよねそう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 、うんうん、だからもうもうネガティブサークル作ろうと思ったぐらいがっていうです野良犬の歌野良犬の歌新曲ということでね、今日もね、楽しく始まりましたけどもですね、はいリクエストその他パックスがねたくさん届いておりますけどもじゃあ松下さんの方から、お願いできますでしょうかあじゃああの先週、うん、ほらお土産たくさん持ってきてくれて、うんはいはいね、石塚さん、はい、石塚さんありがとうございました、ね、あれ美味しかった ね, ったねあの柿の種、柿の種、うん、ゴージャス。もうね、あれ近いった時に全部食べられちゃいました。あのね、ね缶に入った柿の種っていうのは、あれいいね。舐めたらいかんよね。袋に入ってたのね。袋に前は違ったのね。なおかつ袋に。なおかつ袋に入ってさ。あれがね本当おかげでね酒が増えた増えたそ, うその石塚さん、はい、いただいてます、はい、先週は突然寄りましてありがとうございました、うん、私たち2人はプレミアムライブを独占できました、うん、スパイダー哲さん、はい、音楽もトークも粋でしたね、うん、かなおさん高橋さん松下さん皆さんのキャラクターも楽しませていただきました、はい、そしてディレクターの山田さんも、うん私たちの住む新潟のご出身とのことびっくりしましたご縁です ね, そうね同居ねみたいですよね、はあ、今回は金玉とのこと楽しいライブを聞かせてください、はい、かなおさんはねルート66、はい、ルート66ですか、はいはい、高橋さん、はいはい、サウンドオブサイレンス私のすごいよこれ、ね、私にもいただいたんだけどこれ、うん、かなおさんの風の中で盾、うんあそれ基本的にはフリーです。いいね、ありがとうございます、ね。台風は日本中をドタバタしているようです。はい、そんげ時に限って新潟は馴染もねえんですよね。うん、どういいんだろう。馴染もねえ。馴染もねえ。何もないっていうことでしょうかね。何もないっていうことね。どういいんだろう。クエスチョンマーク。皆様方台風に負けずいや吹き飛ばすほどの元気を川崎から地球全土に飛ばしていってください、はい、合唱あやっぱりお坊さんだねね、ね、うん、石塚さんってお坊さんだお坊さんなんだよね、うん、でも来た時は普通の格好だったから違う普通そうよね毛先って歩かないよね毛先って歩かないでしょそうなのかな何あそういうもんかねやっぱりねなんか行事がある時、うん、行事がある時とか、ね、僕もね先輩がそうなのよあの実家でやっぱお坊さんだから、うん、うちのずっとね、うん、あの家 の, あのお墓とか、まあはいはい、お寺、うん、お参り来て、うん、いただいてるのはやっぱ先輩なんだよね、うん、で吉郎ちゃんまだ舞台用意しちゃったとみたいな吉郎ちゃん帰ってきそうだねそうでもねお話が面白く面白いのよ面白いよね、うんこの前のあそうそうあの俺の、ね、その男女さんであのお坊さんのギター弾く人でしょ前週の和尚さんなんとでギター弾くんだギター弾、うん、オベーション持ってるらしいトークアンドセッションをやりましたよ本当、うん、でまこちゃんはねあのイマジンで半田信仰とか歌ってたね、うん、あの時あれはないあれは違うんだあれは違うあれいつからあれは面白いね前から前から
ちょこちょこそれはやってたんだけど。ソロで。あ、そうなんだ。うん、面白かったよ。あれ、ね、おかしいよね。おかしいっていうか、あれ、般若心経面白いよね。般若心経大好きだよ。本当、うん、そう、カナオさんもそれやると心が落ち着くかも。写経とか。さっきからさ、なんかさ、こうトゲがあるようなことばっかり。なんかあるね、みたいな。偉いなんか。いやいやいや、さっきほら。いや、まあ、ほらね、言いたいことは言っといた方がいいよ。そうそういやいや、さっきほら、自分で感情が塊だっていうから。そうそう、ね、あの、抑えちゃいけない。抑えちゃいけない、ね。でもね、あの、まあ、人間はそういう感情、やっぱ常に穏やかなね、誠さんとかね。いや、俺穏やかって見えるだけだよ。本当はもうすごい、俺だって感情のままに生きてるよ。感情。いや、俺とじゃあ近いじゃん。近い近い。本当、うん、分かるでしょ、俺の気持ち。分かる分かる。ああ、嬉しい。分かってくれる人がいた。傷を舐め合ってる感じ。いやだね。60過ぎるとこうなるんだな。やかましいね。ということでね、どうしようか、今日、あ、そういえばまこっちゃんの友達の久保田さん、はい、お誕生日、久保田今日誕生日だってね、ハッピーバースデーなんかやりましょう、もらったよ、ね、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーで、それにちなんでね、誰だ、加納さん、高橋さん、松下さん、山田ディレクター、こんにちは、はい、残暑があるとはいえ、うん、空も風も空気も秋の気配ですね、トンボや蝶々が飛び、スズムシの声も聞こえてきます、大好きな秋の到来です、はい、今日は金玉ですね、なのでそれぞれにリクエストさせていただきます、加納さん、加納さんが今歌いたい歌、はい、高橋さん、いいね、はい、ビートルズの Don't Let Me Down か While My Guitar Gently Weeps、はい、これは、うん、今日は友人の久保田さんのお誕生日なので、はい、久保田さんへのプレゼントリクエストです、松下さんもいただいてますが、うん、これも難題です、はい、吉田拓郎さんの夏休みか旅の宿、先日のそれあなたのリクエスト、そう、浴衣の君はすすきのふんどしとか言って、いや、すすきのふんどし、あ、違うね、失礼しました、ドン引きした今、ね、そう、聞いてよ、田崎さん、俺はもういいの、これ田崎さんのライブで私がほら拓郎が好きなんですみたいな、あ、言ってたね、そういう時代もありましたってことをちょろっと言ったんで、うん、これじゃあ機会があればね、ね、ぜひ、女の人が歌うとどうかね、吉田拓郎さんの歌っていいのかもね、あんまり、うん、歌ってる人いないかもね、うんうん、今度じゃあやってみようかなんか ね、練習ね、してティン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 が好きなの、旅の宿、何それ旅の宿、ごめんなさい、イントロ、うん、何、ね、それぞれ違う曲でも OK です、はい、皆さんね、はい、季節の変わり目は体調を崩しがちですのでご自愛くださいね、はい、Have a nice day from ひろこ高山さんから、高山さんだ、いつもありがとうございます、ハッピーバースデーじゃあ誠さんの方からなんかちょっと聞きますか、ね、さっきのオーバーワークだやる、ハッピーバースデー to you やりましょう、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー久保田つ、久保田さん、ハッピーバースデー to you、55歳、55歳ですか、久保田さん、うん、落ち着いてますよね、落ち着いてますよね、うん、俺たちより全然落ち着いてるよね、ね、俺なんで俺たちってこんな落ち着きがないのかね、大体普通さ落ち着いてくるじゃない、うん、ね、そうなのかな、うん、だって7つ違いでしょ俺、じゃあっていうことは、そうそう、へー、7つも下なんだよ、へえ、いやいや、びっくりしちゃった今。あ、もう本当落ち着きがないね。久保田さんハンサムだよね。ね、なんか若い頃どんなんだったんだろうっていう。若い頃の写真見たけどすっげえ。すごいでしょ、背も高くて。うん、ね、ね、うん、まだ音楽やられてるしね。うん、今もね。今も、あ、今度9月24日にね、西荻窪のテラというところで昼間に、昼時ぐらいからその久保田のライブをやります。え、まこちも出るの？僕も出ます。あ、俺も行こうかな。あ、おいで。みんなで、みんなで。久保田さんのためにね、何がいい、まこちゃん。オーバーワーク。オーバーワーク働きすぎの久保田さんのためにね、僕のちょっとオリジナル曲ね、やってみますか。はい。
眠ってるのにどうして疲れ取れないどうして働きすぎはいつも分かっているけど私の方さ働きすぎの久保田さんのためにオーバーワーク、おめでとうございます。おめでとうございます。すいません、こういうあのお誕生日のためね、もう立ってのあのまこちゃんのリクエストがありましたからね、オーバーワークがいいんじゃないって。まこさん、今日はなんか何でしょう、やってみますか。やってみましょう。この間ね、まこちゃんのあのペンギン初めて見ましたけども。あ、どうも。ね、ありがとうございました。かっこよかった。かっこいいよね、やっぱね。あの、バンドでゴーンと。でしょ、ね、でしょ、そう。かっこいい。いや、俺、もう、あの、ちょっと遅れたんだけど、ね、頭ね。うん、でまこちゃんもなんか気がついてくれてさ、俺のことね、はいはい、嬉しそうな顔してさ、それから嬉しかったですよ。いや、初めてね、うん、あのバンドで、でもあのバンドはいつ頃からのバンドになりましょうか。あれは82年ですね。82年から、うん、皆さんそれずっとやられててね。まあでも途中はずいぶん空いてますけど、はい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 、うん、でここ3年ぐらい前にまたまたね、確かあのその時の CD がね、 CD をほら、うんうん、あの再発っていうかね、その時は出してないの。出してないのか。82年には撮っただけで。あ、それをが、うん、そのなんかテープの音源かなんか、うん、カセットが残ってたんで、ね、それを CD にしてね、してその時に僕は初めて知ったんですよ、うんうんうん。みんなやっぱね、すごいね、やっぱ年季が入ってるっていうか、うね、あの、うま、うん、まあバンドもね、うまいし。みんな10代からやってる感じ。すごいね。ね、何十年。で、この間、つい最近、なんかあの、はい、あ、そうそう、実川さんっていう、あの、マギーメイっていうバンドを。マギーメイ知っとも、覚えと。そう。はいはい。昔ね。本当。ほんとほんと。
あの、うん、うん、それがまた、うん、そう、それの、あのアルバムとシングルを手伝ったんですけど、それがだってまこちゃん10代の頃、10代ですね、16、7、8、そのあたり、16、7、8からレコーディングしてたの、すごい、うん、あれミッキー吉野さんとかあの辺も入ってんだよね、うん、すごいね、すごいよね、でそれがまた、そう、本当、そういう、そういうのっていいよね。天才。実川さん自体は僕そんなに知らないんだけど、どういう方なの？うん、でも俺もね、あんまり覚えてない。十何、いくつの頃だもんね。うん、で、俺と実川さんがソロになって、うん、で、なんかそれも一回、ちょっと、あの、テレビでしたけど、それをもう手伝ったりしたことがあったんですね、うん。あ、そうなの？うん。へー。なかなか、メロディーメーカーですよね。あの、あれでしょ？CM やってた方、うん、もうやってたし、初めてのチュー、初めてのチュー、あの歌大好きだよ、あの歌のね、作者の方ですよね、そうそう、大好き、だから僕ああいう感じの歌って、あの斉藤哲夫さんとかね、 あの辺のね、うん、あのポップ感覚っていうか、うん、そのすごく、うん、あの昔いたじゃないですか、うん、そういう方たちをなんか思い出すんだよね、うん、そうだね、巻き目自体もすごいコーラス綺麗で、うん、すごいいいバンドでしたね、あの、うん、すごくそのはっきりどの曲って覚えてないんだけど、その名前は知ってるよね、うん、あ、そう、うん、知ってる、知ってる、1970年代の半ばぐらいの、うん、そうね、初め頃、初め頃、うん、へえ、うん、それもそういうのもいいよね、10代の頃に、だって俺、うん、俺が16、7って言ったらもう田んぼでさ、うん、田んぼで蛇捕まえたりしてた頃だよ。野町地方の音楽館とかでも河原でね。あのそうでもないか。そうか。うん、あでも17、18高校生だから少し歌ってたんだね。ああ歌い始めの頃かもしれない。うん、俺歌うきっかけってね、うん、あの、ストリートはその頃 ないから、うん、あの家で歌えなかったのよ、うん、あ、え、どういうこと、家で歌ったりできなかった、商売やってたからやかましいっつって、神社で歌いに行ったのよ、あ、で神社に歌ってたら、はいはい、あの目の不自由な方が、ね、下に住んでて、うん、前も話したかもしれないけど、うん、その人が歩いあの、うん、登ってきて、うん、歌い声が聞こえるって言って、でその人一人の前で歌うのがあの日課になったの、あ、そう、それがきっかけなんだよね。天使だね。そう。あの、それがね、ほんとね、未だに覚えてるけども、うん、あの、まあ、その人もね、いないかもしれないけども、うん、その人の前で歌うのがもう、きっかけになりましたよね。それでほら、文化祭とか出た頃に。そういうのあるよね。ある。誰かのために。その思い出がね。こんな性格になりましたけど今はその時はね、そんな性格だいたい言うの分からない俺もそう性格悪いもんね、あんまりいいか、マカさん、じゃあオリジナル言ってみますか、オリジナルやりましょうか、はい、ちょっとこれは悲しい歌かもしれません、ローズ、that I found in others, and she was it, my rose. Should have known, inside she was freezing, like a rose in the snow. Even though we shared all the lover, she.Need it much more. I saw her tears, but I couldn't keep it. Her lonely hurt, I didn't love her so much. She was not just a rose, but a woman who cared for me so much.She told a story of a beautiful rose, and she was not here anymore.
like a lover, she loved her. She was not just a robot, but I feel my fool loved me so. I spent my life with a beautiful robot. At that now I am alone.素敵じゃないですか。ありがとう。これね、昨日ね、うん、ムーラン・ルージュっていう映画を借りて見たんですけど、うん、なんかそれにちょっと触発されて歌いたくなったんだよ。へえ、それすごいいい、映像とか素晴らしいですね。うん、あ、そう。作り方とかね、見た。見た。うん、へえ、うん。僕、いや僕映画あんまり見ない。あ、テレビ。映画も見ない。うん、あのね、面白くない男なのよ。趣味がね、もう一般的な人がする趣味。で、俺高校時代、まこっちゃんもそうだけど、うん、歌ばっかり歌ってたじゃん。はいはい、だからみんな麻雀したりとか、うん、そのなんかボーリングとかしたことなかったから。あ、そう。ボーリングとかその麻雀とかもしたことないよね。歌ばっかり歌う。歌ばっかり歌って。古いけどさ、あのね、普通の人はすることをしてないし、趣味がもうあんまりないのよ。あ、そうなの。うん、もうだから。もう歌って飲むだけ。あ、いいじゃんそれ。だからそれが趣味。なんか面白くないと思うよね。趣味だと思う。普通さ、絵を見たり、はい、読書、はい、ね、映画鑑賞。まあ大体気取って言ってるだけだからみんな。そう。でなんかこう美味しいね、グルメを食べに行ったりとかって、ね、でもういつまでたっても俺も貧乏してるから、うん、ハングリー精神、ハングリーだから。ハングリーアングリー。でもハングリーアングリー。面白くない男だと思うよね。っていうことでね、松下さん歌ってみましょうよ。お便り来てるんだけど、たくさん。お手洗い行きたい。お便り。あ、お便り。ちょっと耳も悪くなっちゃった。耳にも来てる。本番中にお手洗い行きたいとかまた言い出しちゃう。久しぶりにほら、てるちゃんから来たからさ。てるちゃん、いえ、本当。元気。ね、リクエスト、何でもいいので、元気の出る歌お願いします。ほうほう。最近は体調とても悪く、はい、なかなかメールできませんが、うん、在宅中はもちろん、通院中でも必ずリアルタイムで聞いています。ますます楽しい番組をみんなに届けてくださいね。うん、ね、てるちゃんちょっとね、今具合本調子じゃない感じかもしれませんがですね、うん、これ打つの大変よね。ありがとうございます。体のね、大変の中でもね、こうやって、ファックス、ね、メールとかね、いただいてですね、本当にありがとう。一日も早くね、元気になってね、ちょっと安心したね。うん、こうやってね、お便り来るとね、もう安心するよね。やっぱ繋がってると思うよ、いつまでも。うん、あ、もう離れていく人もたくさんいるけどね、俺の前に。それまた。どうせ俺は一人ぼっちになってんだよ。いいんだよ、俺は一人さ。喜怒哀楽がものすごく激しいからね、俺。もう山田さん大笑いだよね。はい。すごいね。と思いますよ。どこだったっけ。でもめちゃくちゃ面白いんだけど。松下さんに一曲歌おう。とりあえず、後で読もう、それ。後で。これ行くじゃん。うん、行こう。静かに、静かに。静かに。ちょっと今の流れから行くと。いや、いいんじゃない。どう、静かに静かに行こうか。これ、タイトル何でしたっけ。星風、星影の小道。あ、これもう、この曲結構好きなんだよな、俺。そう。なんか割とね。おばたみのるさん。うん。行きますか。はい、行きますか。それちょっとマイク借りますかね、俺、ギターに。キーは A だね。うん。あ、そうなの。カポニ。カポニになってるよ。キーが A なんだよ。あ、そうでしたか。失礼しました。これ歌っちゃいます。どんな感じ。静かに静かに
シアの香りよ。星影の小道という懐かしい、ね、歌ですけども、ね、はい、これ小畑実さんですね、はい、あ、またねファックス来ましたね、今日投げ、あ、これ投げ銭さんじゃないの、はい、投げ銭さん投げ銭さん来ました、今来ましたね、金上志郎さん、投げ銭 FM オン中、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。晴天のもと、はい、すがすがしく聞かせていただいております。最近は疲れることばかりの世の中、俺もすごいわかるよ。不良中年の勧めで清く正しく熱苦しくお願いいたします。清く正しく9月9日で9000円ですと投げ銭が来ましたけどもですね、9月9日で、はい、9月9日でありますね。今日はねチャーリー佐藤さんから来ました。いい日だね、不良中年の勧めね。あ、これも先週もね、あの歌ってなかったね曲でしたね、佐藤さんのね、これをねじゃ あ, あの後でお届けしましょうか、はい、それともう一方ね、前蓮見さんからいただいた曲が、まあ、私のオリジナルなんですけどもありましたね、うん、あなたからの贈り物っていうね、あんまりちょっと最近歌ってないような曲なんですけども、あのそれをちょっと今日またやってみますかね。やってみますか。もうちょっとねしっかり、うん、どっち使っあのちょっとアレンジとかも考えて、あの練り直したかったんですけども、ちょっと時間がないのと、あの僕はちょっといろんな不良なこと、不良中年のことばっかりやってたんで、あの野良犬のような生活してたんで、なかなかね作る時間がなくてね、申し訳ないんですけど、今日そのミキさんからもねこれいただいてたんだよね。でちょっとあんまりまだ途中の曲で申し訳ないんですけどもね、あのやってみますか。行きましょう。ちょっとパーカッションも今日入れたかったんだよね。
あのね、パーカッションというか、うんうん、指にはめるあれを松井さん買ってんのよ。私ね、ほら、あのシャカ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 言うやつ。ウクレレにこう、ちょっとウクレレハマっちゃってね。そうそう、ウクレレ弾きながら、ここにね、あのパーカッションシャカシャカなるのよ。で、これ、これをリズム機なんだろう、パーカッションになるじゃん。あれもいいよね。ああいうの入れてみようかな。今日持ってくるの。今日ちょっと持ってくるの。忘れたみたいで。ウクレレも忘れたからだって。ウクレレはいいから。ウクレレじゃあ広しが来るんだね。そう。ね、うん。ちょっと頑張って練習してる。ね、うん、すごいよね。じゃああなたからの贈り物、お届けしましょう。Me
はい、はすみさん、福岡のみきさんのね、先々週ぐらいのリクエストにお答えしました、はい、あなたからの贈り物っていうね、はい、あれだけど、松下さんが持ってる歌詞がと違うね、これ。作る途中の歌詞を松下さんに渡した。間違いない。みんな違うの持ってるの、それぞれ。それぞれ歌詞が違う。まとめますから、きちんとこれ、対策にしますよ、これは。ね、そうですよね。のれんを守る。のれんを守るが出ました。ね、そんな感じじゃないの、前も言ったけど。なんていうかな、ふっとね、こういう 今ってほら大人たちっていうか、うん、大人の人たちのその今まで残してきたこととかって、日本ってほら定年とかっていう制度があるじゃないですか。はいはい、まあアメリカとかそういうのないですからね。ない定年制度ないよ。おそう、うん、あんでやっぱりその人 の味とか実力とかそういうものって、うんうん、かなり評価、そうだね、アメリカとかされるよね、うんうん、で日本ってもそういうふうにある程度年齢が来たら、うん、人のやっぱそういう経験とかね、そういうものっていうのはね、やっぱその人の宝物っていうかね、じゃないかなっていうふうに常々思ってたのよ、はい、それなんとなくつぶやいてみたんですけども、うん、まこさんなんか用意ができました なんか用意してるよ、用意してきた、ちょっと整理してた、でファックス行きましょうか、松下さんのメールね、あメールですか、はい、ちょっとね、うん、これはね貴重なご意見をいただきましたよ、うん、金尾芳郎の音楽魂の皆様へ、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます、はい、2年ほど前から楽しみに拝聴させていただいているリスナーです、はい、今回初めてメールいたします、はい、最近映像の配信がなくなったことを、うん、金尾さんや皆様が気にかけて、うん、また他のリスナーの方からも映像を期待する声が届いているようです、うん、そんな中逆の意見を申し上げるのは恐縮ですが、うん、私は音声だけで十分満足です、うん、ラジオは耳で楽しむもの、うん、何か作業をしながら聞けるというのが良いところだと思っています。なるほどね。そうやって楽しんでいるリスナーもいることをお伝えしたくてメールいたしました。放送中に読み上げていただかなくても結構ですって書いてますけど、読み上げました、読み上げました、ね、私はラジオが好きでいろいろな番組を聞いていますが、はい、生歌生演奏の1時間番組は他を探してもまず見当たりません、うん、あ今日も放送、ねね、今日も放送楽しみにしています、うん、加納さんとしみさん、誠さん、スタッフの皆様、今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こういう意見をいただくとね、うん、なんか勇気が、はい、ね、匿名希望でお願いします。はい、匿名希望でどっか小さく書いてない、匿名希望でお願いします。いやもう匿名希望って言われたらもう名前、本当の名前ボーンと言うから、言っちゃうからね。いやでもね、でもね、確かに僕は思って、うん、まあその映像がなくなってからね、ちょっといろいろ考えたんですけど、うん、もちろんその今までがね、そういう映像を配信してたので、うんうん、でしかももうすでにテレビみたいになってたのよ。そうだよね、なんかね、テレビ番組みたいになって みたいな感じになってたね、いたのは確か、うんうん、で映像がなくなってしまうとね、うん、もうそれがあって当たり前みたいな感じでね、皆さんやっぱり便利になればなるほど便利さが当たり前みたいになるじゃない、うん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 、でそれも考えて、うん、ああ僕自身がねちょっとやっぱそれに甘えてたかなっていうことも反省もしたんですよね。でただね、そういうそういうこう風景をちょっと見たいとかね、うんうん、いう方たちのこともわかるし、うんうん、今おっしゃったねペンネームペンネームは私が決めようかなないんですけど、今 のご意見いただいた方も ね、うん、すごくよくわかる、私も、うん、確かにラジオだからね、うん、だから僕もほらアナウンサーみたいにきちっと喋ることもできないしいい加減なことばっかり言うんだけど、ラジオってラジオの良さあるよ ね、 なんかね、そうだね、ね、うん、だってほら再放送の結構聞いてる回数が、ね、先週の再放送すごかった、300スパイダー以上、スパイダー鉄、スパイダー面白い、あれ漫才みたいだから同じところで何回も笑っちゃう、うん、あの人は面白いね、面白いね、うん、それでね、まあ、今度のご縁でね音楽魂にね、うん、出場していただくことになりましたんでね、はい、一応その男臭い感じで荒井武さん、今回はもう何これ、ね、このゲスト荒井武さんでしょ。で、まあ、今日も夜一緒だよ荒井武さんとまこちゃんのねブルースボーイズもできるし、そう、ね、西日本マンダムでしょ、うん、すごいね、ね、それとスパイダー鉄でしょ
もう花の後ろとか入ってる。誰か可愛い子いないの？ないの。いやだからそれを思って次回は女祭りにしました。あ本当？その次、俺マクちゃんの目が、すごいもうやる気が100倍。目がふっと今動いたよ。そうすごいのね。来年は。うんちょっと女祭り、いいねいいね、来年の頭のと、ね、あの音楽魂4の女祭りにしました。やろうやろう。それを女祭りの俺たちだけ入ろうか。ねねこそっと。そうもうさ60過ぎる。あのちょっと時間がね、まこちゃんなんかさすぐ上手くなる。声が裏返っちゃう。俺まこちゃんなんか歌う今日。いいよじゃあ。何しよう。割と、うん、マキセでしょ。何佐藤さん の, あ, のあれも歌わなきゃいけないの。そうだよ、もうあんまり時間ないじゃん。時間ないのにやろうよ。じゃあそれを探してる間にマコさんの歌ちょっともう一曲うんあファックス来てんのメール、メール読んで読んで。ミキさん、はい、カナオさん、マコさんとシミさん、山田ディレクター、こんにちは。今回は、今日は救急の日、うん、いろんなことに対する準備を意識する一日が、うん、救急の日なんだっけ。9月9日だからね。年に1回でもあることは良いことだと思いますね、うん、さてこの間番組の中で吉見さんがリバーサイドマイホームタウンの歌詞をアレンジして四万十の流れに見ると書いたら現地の方々に喜ばれたという話がありましたね、うんうんうん、このようにいろいろとアレンジできる、スタンダードだということで、うん、それは素敵だし加納さんもどこの川にも変えて良いようなことをおっしゃっていましたがさすがに似合わない川がありました。誠さん弱ズレ弱ズレ川弱ズレ川の流れに、ね、もう今ね暗渠も多いしもう暗渠になっちゃってて、うん、川の流れは見えないですね。さすがに字余りじゃないでしょうか。すみません久しぶりに過ごしやすい天候でなんだかアホなえアホじゃないや頭がぼーっとしているオイラでした、うん今日も楽しみにしています。え昨日あそうだ昨日ねしゅんちゃんと一緒なのね。しゅんちゃんと一緒、うん、昨日でしょ。え昨日昨日だよね。昨日だえそうそう昨日だよね確か。そうそう昨日だよ昨日でミキさんお誕生日おめでとうございます、うん、でねおめでとうございます、うん、でもあの本当にね復活してほしいと思います、うん、ね。みんなねそれぞれ頑張ろうや。俺もなんか、もう本当に野良犬みたいな生活してるけど。あ加納さんリクエスト来てる。リクエスト何。ロングディスタンス。マジっすか。誠さん久しぶりに、ね、来週もあれですあの金玉やる明日来週も、うん、あのゲスト入れるの忘れた。それで来週も金玉やりますから。じゃあ来週今日のリクエストをじゃあやりましょう。そうそう今日のリクエストもやって、ね、で誠さんの新曲もやって誠、ねうん、さんも歌ってこれそれ何これ Reach Out for the Sky これ結構やってるけどね。これじゃないの。あそうそうそうこれあそれやろうか。それで終わってもいいよね。はい A little tear drops from your eyes and become a river that runs into the sea like your empty heart. All your sorrow falls from the blue sky and the wind blows by. In the air everyone hears the voice of your heart. You feel you can't find anything, just floating on an empty sea. But from the sea you reach out with your heart, those two blues will become of one. Your heart will open up the sky. Though they say life is what you never understand, don't stop feeding your heart with hopes and dreams. Sometimes you feel the fear and other times you only cry. But I know you look up to the sky.
see there's not a single cloud up there, and you'll be free. Here and other times you only cry, but I know you look to the sky. See, there's not a single cloud up there, and you'll be free. ということで、今日のね、最後はあの高橋誠さんの、はい、Reach Out for the Sky、 Reach Out for the Sky、ね、お届けしました、これこの曲この曲、はい、これバンドでやると、うん、すごいね、なんていうかな、うん、あの感想とかが ね、うんうん、そうだね、なんていうかな、あのちょっとこうあのなんだっけ、プログレ、プログレ、プロ、そうそうそう、プログレという言葉も出てこないボケだね。いや本当プログレッシブな感じね。うん、そう、すごいなんか、あ、なんか曲の雰囲気は分かったね。そう、うん、まこ、うん、そういう感じでね、まあ、まこっちゃんもあれですね、ペンギンとかね、新井さんの、はい、ブースボーイズとかもね、頑張っていらっしゃいますけどもですね、はい、ライブね、検索していただきたい、高橋誠、はい、なんでホームページ、ホームページあります、高橋誠で、うん、ね、あの名前がカタカナで高橋誠、はいはい、高橋誠、はいはい、ということでね、時間になってまいりました。あのね、ちょ、佐藤さんのリクエスト本当にね申し訳ございません、あのちょっと喋りすぎました。もう来週ね、また金玉でね、また今日できなかった曲はね、もう必ずやらせていただきますし、いろいろね、まあ、時間が来てしまいました、今日もねありがとうございました、高橋誠さん、お疲れ様でした。松下としみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。来てくれてよかった。あの、キキさんもね、今日動画撮ってくれてますけども、ありがとうございました、一言ね、今度歌ってくださいよね。ということそこで、ね、ずっとね、全然動いてもらって構わないです。うん、動いてよかったね、動いて。うん、そう、ということでね、あのいろいろね、あの工夫していきたいと思います、金城の音楽魂、はい、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ、We'll be right back.
巡る